続いてフィギュアスケートです。10月に開幕するグランプリシリーズに向けて日本代表強化合宿が豊田市の中京大学アイスアリーナで行われました。浅田真央、小塚貴彦などが欠席する中、昨シーズングランプリファイナル3位の村上佳菜子や鈴木明子、織田信成など国内のトップスケーターがこの合宿に参加、今シーズンの新しいプログラムを披露しました。村上佳菜子は去年のポップ調から一転、しっとりした曲で今シーズンに挑みます。これまでにない大人の女性を演じるため、初めて海外で振り付けをするなど表現力を磨いてきました。さらには去年より難易度の高い3回転3回転のコンビネーションジャンプに挑戦、震災の影響で調整が遅れる中、順調な仕上がりを見せました。大人っぽくっていうのを一番頭に入れていつも滑ってます。とりあえずグランプリファイナルまで行けるように頑張りたいと思います。